こんばんばは平井博明です今回はですねボールですボールこのボールはどういうタイプスピン系を選んだ方がいいのかディスタンス系を選んだ方がいいのかとかいろいろお悩みってあると思うんですよ自分にはどっちが合ってるんだろうとかって結構あると思うんですけどそれを一つ一つ解説していきたいと思います平井博明のワンアップゴルフ 大体どのメーカーも今2タイプ出しててソフトタイプハードタイプ要はスピン系ディスタンス系ですよねスリクソンなんかもこの Z スターと Z スター XV プレイナンバーの色こっち側が黒でこっち側が赤であると思うんですけどプレイナンバーが黒い方が柔らかいスピン系ですねで赤い方が XV でディスタンス系 ってて言われてるスリクソの場合は両方スピンは入るんですよすごくいい球で Z スターのこの黒文字の方がなおスピンが入りますよっていう感じなんですけど選手なんかも半々ぐらいなのかな両方いるんで両方おすすめなんですけどどこでボール選びを考えるかっていうのって人それぞれ違うんですよ例えばドライバーのの飛距離打感なのか アイアンのフィーリングなのかアプローチの止まり具合なのかパッティングの打った音なのかそれは本当に人それぞれ違うので自分がどこに重点を置いてるかによってボール選びって変わってくると思います僕なんかはアプローチの高さなんですよ球の飛んでいく高さがちゃんとフェースにくっついて多少低く出る感じで飛んでってもらいたいんで僕は Z スターを使ってるんです これはもうすごくお気に入りというかめちゃくちゃゃくく低出るんですよですよごいスピンが入るんですごく好んで使ってますで XV も使ってた時期あったんですけど飛距離ってそこまでは変わんなかったんですよ両方なので変わんないんだったらアプローチのスピンが入った方がいいっていう考えから Z スターを使ってますで XV はちょっと出玉が高かったアプローチもアイアンもなのでその目線がちょっとあった って思うミスショット打ってるわけじゃないのにあれっていうことがあったんですよそれはボールを抑え込むパワーが僕になかったんでちょっと球を操作しきれなかった部分があるんですよなんでもうちょっとヘッドスピード早かったら良かったのかなとかいろいろあるんですけど僕はヘッドスピード467ぐらいなんで Z スターの方が操作しきれる感じはあ あったんですよ打っててなので柔らかいスピン系の Z スターの方を使ってますで今スリクソンのなんかは真ん中のダイヤってやつがあるんですよ柔らかい方硬い方どっちがいいんだろうって迷われてる方のちょうど中間のボールがダイヤっていうのがあるんですよそれなんかは迷ってる方はおすすめですねあとボールってちなみにこのスリクソンで言うと Z スターは3ピース3層になってるんですねで XV は4ピースで4層になってるんですよ それがどう変わるかっていうのは打感だったり飛びが多少違うんでしょうけども正直見た目でもちろん分かんないですしあ打っててあ今の3ピースの打感4ピースの打感っていうのは正直僕は分かんないんでそこは何とも言えないですけど。 本当にボールの飛びだったり止まりっていうのを意識している方は硬いボール柔らかいボール両方打って試していただいた方がいいと思います。このボールもやっぱり一番出しているブランドメーカーの中で値段の高いものを選んでいただいた方が絶対いいです。よくレッスンなんかでも言うんですけどウェッジで70ヤードぐらいのショットでピンの横に落ちてグリーン出ちゃったりとかですねピンが真ん中ぐらいに切ってあるのにでボール見てみたらすっ すごいカッチカチのボール使ってたりするんですよ。そうすると、ご褒美がないんですよね。やっぱちゃんとしたショットで、ショートホールなんかでもそうなんですよ。自分がレッスンやってるところの2番ホールに100、2、30ぐらいかな、センターのショートホールがあるんですけど、そこでセンターぐらいに落ちて奥のカラーまで飛んでっちゃった。ただ、 球の高さとかすごく良かったですし、ショットの音、ダフリもしない、トップもしてない、いい球だったんですけど、やっぱボールの性能でグリーンを出ちゃったりする場合があるんですよ、ピタッと止まらない。なので、やっぱりボールも値段相応の結果が出ると思いますなんで、できれば値段がなるべく高い方がいいですよね。ススススリリクソンででううととと Z Z タタター、Z スター XV か、まあ、タイトリストで言うと V1 とか V1X、ブリジストンだとツアー BX かツアー BXS とか、そういうボールを使っていただくと、それなりにいい結果が出ると思うんです、僕は。なんで、なるべくいいボールを使っていただいて、いい結果を出していただいた方がいいと思いますね。あと、ちなみに言っていいかどうかはわかんないですけど、カラーボールとこういう真っ白なボール、パールも何も入ってない、あると思うんですけど、 蛍光塗料とか、パールが入ってる、要は塗料ですよね。が入ってるボールの方が、同じ銘柄だったら、塗料が入ってる方がちょっと硬いんですよ。なので、Z スターのこの白と、Z スターの黄色があったら、Z スターの黄色の方が若干硬いです。それは多分、どのメーカーもそうなのかな。ちょっと、そこまで詳しく調べてないんでわかんないですけど、 真っ白なボールと黄色、オレンジ、まあ蛍光塗料の入ってるパールもそう。ボールだったら塗料の入ってる方が若干打感は硬くなります。それ知ってるからなんだってことなんですけど、ちょっと柔らかすぎるなっていう場合は蛍光ボールとかパールボールを使っていただいた方がいいかもしれないですね。最近だとプレイナンバー、この番号ですね。番号が2桁だったり、 選べたりいろんなメーカーしてると思うんですけど本当に好きな番号を見つけていただいたりとかマークをペンで書いてですね油性ペンで書いてオリジナルのボールを作っていただいたりとかいろいろ楽しみはあると思うんでいろんな楽しみ方をしていただければと思いますウエッジの話なんですけど大手のメーカークリーブランドタイトルリストボーケー14とかキャロウェイとか今その辺のウエッジが結構多いと思うんですけど それの普通のスペックで打って、58とか56度で打って、70ヤードぐらいを男性の方が打ったら、こういう安売りしてないちゃんとしたボールって、一般グリーンだったら多分戻るんですよ、勝手に。ちゃんとスピンが入ってくれて戻るんで、例えばバックスピンをかけてますって言ったら、それ以上、必要以上に戻るっていうだけで、 本当に普通のショットを打っただけで、ちゃんとしたボールっていうのは戻ります。なので、賭けに行く必要がないので、その辺でもやっぱりボール選びっていうのは大事になってきます。ちなみにその、僕、インペリアルカントリークラブでレッスンやってるんですけど、そこのグリーンだったら、7、80ヤードを普通にサンドウェッジで打ったら、誰でも戻ります。それぐらいグリーンが柔らかいので、ちゃんとしたボールを使って、それなりのちゃんと溝があるウェッジで打ってもらえたら、 かかると思うんですよなのでスピン系のボールでなおかつ高いボールですよね値段の高いボールを使っていただければバックスピンっていうのはかかりますのであんまり自分からスピンかけなきゃって言って無理に変な打ち方する必要はないと思うんででも52度とか50度でも戻りはしないですけどトン取って止まるぐらいは全然打てると思うんですよ7080ヤードぐらいだったら。 なんであんまり意識せずに普通に打っていただけたら意外と止まっちゃうのでそこはボール次第だと思います。ちゃんとしたこういうい Z スターだったり、Z スター XV。これ僕今スリクソンをおすすめしてますけど、ほんといいボールなんで、これは使っていただきたいボールの2種類になりますねで。今回はですね、ボールについて少し解説させていただきました。他にもですね、こういうボールはどうなのとかあったらですね、コメント欄にコメントいただければと思います。ちょっとでもですね、いいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。で今回ボールについてお話しさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。